皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回なんですけれども、いわき市アンモナイトセンターの9月の、体験発掘が休止になるということのお話なんですけれども、まあ、なんでこう休止になるかって言いますと、こう体験発掘の路頭ですね、こちらで、改修工事が行われるということで、9月いっぱい体験発掘が休止になるという話なんですけれども、まあ当然その9月の、週末土日、すべてこれ、体験発掘が、休止になるんですけども、まあ、このチャンネルの動画でも、取り上げたんですけれども、まあ、4月から、まあ路頭がその崩落の危険があるということで、まあ、だいぶこう広い範囲がですね、封鎖になって、本当にこう左の奥の方のほんの少しだけ掘れるという状況だったわけなんですけれども、まあ、この路頭の真ん中あたりはですね、まあ、去年の、まあ、早いうちから、まあ、危険だということで封鎖がされてたわけなんですけれども、その後、こう、まあ、全面的に封鎖になりまして、で、そのうち、まあ、7月にですね、そのうちの一部は封鎖の解除がされたんですけれども、まあ、それでも来れる範囲はちょっとね、だいぶ限られていまして、まあ、それに合わせて、体験発掘の上限ですね、人数が、30人に制限されてました。はい。まあ、これはコロナ禍の時の人数制限よりもかなり狭くなってまして、まあ、人数制限に加えて、まあ、午前中の発掘に参加した人は、まあ、基本的には午後の体験発掘に参加できないということもあったんですけれども、まあちょっとね、午前も午後もやりたい常連にとっては、ちょっと残念な状況が続いていたんですけれども、まあしかも、7月、8月は夏休みシーズンになりますんで、まあ、やがおにも人出は多くなりますんで、まあ、午前中の受付終わって、午前中のその体験発掘が始まる前に、もう午後の30人の枠が埋まっちゃうというようなこともたびたびありましたね。はい。で、まあ話を工事の方に戻すんですけれども、まあこの路頭の工事っていうのは、6年半前に一度ありまして、6年半前は4月の1日から6月の終わりまで、3ヶ月間体験発掘を休止して路頭の整備工事をしたということで、前回の路頭の整備工事終わった直後の写真なんですけれども、まあこの状態から、現在、まあ9月の1日ですね、最新の画像がこちらになるんですけども、こちらの状態になるまで6年半で、まあおそらくは、路頭の、まあ、壁がですね、1メーター弱、まあ発掘の進行によって奥に行ったということで、この1段目と2段目の段差がなくなって、まあほぼ1段目と2段目の壁が面になる状況になってるわけですね。で、こうなってくると、あまり整備されてないこの上の方の壁が崩落する危険があるので、4月からは路頭の大部分を封鎖していたということなんですけれども、まあ工事のちょっと概要で言うと、まあ詳しいことはちょっと分かってないんですけれども、まあこの9月1日の画像を見ますと、まあちょっと分かりにくいかもなんですが、この路頭の最上段、この左端から右端まで木がこう伐採されてるんですけれども、まあおそらくはですね、この最上段に重機が上がって、で、そこからこうね、少しずつこう、路頭を崩していくというようなことになると思うんですけれども、まあ当然この路頭の壁ですね、こちらが崩落しないようにするためには、こう、段々にする必要があるわけなんですけれども、まあ現在でもこの1段目、2段目、3段目という感じにこう、段々になっているところがあるわけですけれど、これをもっと明白にこう、崩落の危険がないようにするという工事になるとは思うんですが、まあ、それが終わればですね、この30人という狭い、
人数制限も解除されて、元通りの体験発掘ができるようになるんじゃないかと思います。はい。というわけで、まあ、10月からですね、体験発掘が再開されて、まあ、常連としても、まあ、午前も午後も余裕を持って、体験発掘ができるようになるんじゃないかなと思いますので、まあ、皆さんもですね、この1ヶ月間、待機していただいて、また10月からはですね、体験発掘に参加していただきたいと思います。はい。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタンを、チャンネル登録もお持ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。